竹ひと子さん、104歳、捕まった時は14歳の少女だった。大竹さんの母、房子さんは共産党員、女父、村四郎さんも党員だった。当時、大竹さんは両親から党員であることを知らされていなかったという。その日、札幌の警官隊が一家の自宅に突入。大竹さんは母親と共に両親の交友関係などについて必要な取り調べを受けることになった。わかりません、知りませんを繰り返すうち、刑事は怒りに顔を赤くして怒鳴り始め、私の方を何回か殴った。男は優しげな小姉で、テーブルの上に出した私の片手を柔らかく取ったと思うと、いきなり傍らにある鉛筆を私の指に挟み、大きな手に力を込めて握った。骨が折れるかと思うほどの痛さに、私はわっと泣き出した。拷問を伴う拘留は40日間に及んだ。過酷な取り調べの末、釈放された大竹さん。それから90年、心に負った傷は今も癒えていない。爪を切るのがね、すごく嫌がって、90年経ってもフラッシュバックが出てくるんですね。治安維持法が制定されたのは大正時代末期の1925年。もともと共産主義運動を取り締まる目的で作られましたが、共産党員として起訴された人は全体の 3.4% にとどまっていました。戦時体制が進む中、適用範囲を拡大、言論や思想、集会結社の自由を奪い、一般市民や多くの知識人を弾圧する結果となりました。なぜ多くの人たちを巻き込むことになったのか。日本国内の検挙者は延べ 68,332 人に上りました。中でも共産主義者は最も重要な監視対象でした。しかし、全国に広がる地方組織についてはメンバーの名前やその人数も特定できていませんでした。そこで特攻は全国31道府県の警官を動員し、疑わしい人物や組織を一網打尽にしたのです。このため、捕まった人の中には大竹さんのように共産党員ではない人も数多く含まれていました。で、犯罪が起きてない、共謀の段階では起きてないわけですよね。この段階を問うっていうのが共謀罪ってことです。そういうことです。今までは何かやったことに対して問われるっていうのが原則だったのが、逆に原則が変わっちゃうっていうふうに考えていいんですか。そうですよ。つまりやってないことに対しても罪に問われる可能性が出てくるよって。犯罪の計画行為に加え、テロ等の実行準備行為があって初めて処罰することとし、内心を処罰するものではない。安倍総理は、一般の方々がそう対象となることはあり得ない。解釈を恣意的にするよりもですね、しっかりと明文的に。実は今から90年以上前、帝国議会でこれと極めて似たような説明が行われていました。無産階級の人が適法なる運動をすることに向かって、決して拘束を加えるものではありません。決して曖昧な解釈は許さない。つまり、労働者などの一般市民は対象としない。政府による恣意的な解釈ができないよう。この時議会で審議されていたのが治安維持法です。今までの話は視聴者の方も関係ないよって思う。私関係ないもん、別に反原発でもないし安保法案反対でもないし関係ないわっていうふうに思うかもしれないんですけど、一般の方っていうのをですね、決めるのは誰かってことなんですよね。それは警察が決めるわけで、自分は一般の方だと思っていてもですね、何か政府にとって不都合なことを言って、この人間は監視して何かこういうことを話し合ってたぞってことになったら摘発される可能性はあると。治安維持法による初めての大規模な検挙が行われていた315事件。全国で共産党の関係者とされた1600人余りが捕まった。杉浦正夫さんは当時28歳、東京の印刷工場で臨時工として働いていた。仲間と親睦会を作り、仕事を融通し合っていた行為が共産主義の啓蒙につながるとして、
罪に問われた。データを分析してみると、共産党員として起訴された人は全体の 3.4% に。なぜ党員でない人が大量に捕まったのか。1928年国会に提出された治安維持法の改正法案、そこには死刑の導入とともにある重大な規定が盛り込まれていました。目的遂行罪です。党員でなくても共産党の目的を手助けしていれば罰することができるというものでした。しかし国会に提出された改正法案は審議未了で廃案となります。そこで政府は新たな手段に打って出ます。緊急勅令です。天皇の命令の形で改正案とほぼ同じ内容を施行させたんです。本来緊急勅令は災害時などに用いる手段ですが、315事件は非常事態であるとして反対する人々を説き伏せました。国家の危機ということを煽動する、煽るというような形で、これを通過させていったと。緊急事態宣言というのは、総理大臣によって裁量でですね、発せる可能性が高い。何でもかんでも緊急事態に入るような形になっているわけですね。例えば大規模なデモがあった場合、大規模なストライキがあった場合などと、この緊急事態をどんどん追加していくことができる。自民党総理の緊急事態条項というのは、法律に代わる政令を作れるとかですね。内閣は法律と同じ効力を持つ政令というものを制定できる。これどういうことかというと、これつまり法律を作れるということです。日本で徴兵制復活。その後国会でも承認された目的遂行罪、適用の範囲は一気に広がっていきます。例えば文書を配布したりとか、友人と社会科学の文献を読書会で読んだのも、その共産主義社会を作るための行為だというふうに当局の方が認定すれば目的遂行というふうになってしまう。これさえあれば何でも取り締まりすることができると、取り締まりの威力というのを倍増させていった。長野で起きた24事件、その記録を調べてみると、起訴された教師たちは全員目的遂行罪に問われていた。長野の農村は世界恐慌の影響で深刻な不況に見舞われていた。児童の中には身売りする者まで現れた。そこで教師たちは組合を作り、教育費を国が負担することなどを訴えていた。こうした活動が目的遂行罪に当たるとされた。しかし辰沢さんは組合のメンバーですらなかった。なぜ検挙されたのだろう。仲間の教師に誘われ組合主催の研究会に参加していた。本を見てただけ、勉強会をしてただけ、それが理由だって書いてあったみたいね。辰沢さんは一日取り調べを受けただけで罪には問われず釈放された。しかし検挙されたことが問題となり教団から追放された。刑法学者の内田博文さんは1933年に起きたある事件に注目しています。治安維持法違反に問われたのは弁護士でした。315事件の裁判で被告の共産党員を弁護したことが目的遂行罪に当たるとされたのです。判決は有罪、弁護士資格も剥奪されました。治安維持法違反事件の弁護をするということができなくなってしまう。特攻の取り締まりは著名な文化人にも及びます。小説蟹光線の著者小林滝次も目的遂行罪に問われました。その後滝次は2度目の検挙で拷問を受け獄死しました。著名な哲学者である三木清氏も治安維持法違反で逮捕され獄死。作家の吉野源三郎も有罪判決を受けます。釈放後に執筆したのがあの君たちはどう生きるかでした。この頃特攻は目的遂行罪についてこう評価しています。至れり尽くせりのこの重要法令。この頃共産党の幹部たちの間で自らの考えを翻す者が相次ぎます。背景には当局のある政策がありました。彼らの生き方とか考え方っていうもののコントロールっていうものを図っていったのが転校政策。転校政策は
共産党とは関わりのない人たちにも行われていた長野の24事件。共産主義とは無縁の辰沢さんも転向を表明させられていた。その姿勢が認められ1年後教師への復帰を許された辰沢さん、待ち受けていたのはある国策への協力だった。日本は旧満州、中国東北部に進出していた。移民政策を打ち出した政府にとって柱の一つが満蒙開拓青少年義勇軍だった。長野の教師たちはこの義勇軍に児童を送り出すよう割り当てを課されていた。辰沢さんも放課後になると教え子の家を繰り返し訪ね説得を重ねた。転校の名のもとに国策への協力を求められた辰沢さん、長野県からは全国で最も多い6216人の少年が満州に送り出されることになった。治安維持法を一つの手として、多くの国民が国策に組み込まれ戦争への道を進んでいくことになる。戦争体制が徐々に始まっていくということで、国家に従うような、積極的に従うような国民づくりをしていくというところに治安維持法の大きな役割があったのではないか。特攻が検挙した団体のリストです。取り締まりの対象はさらに広がっていました。この劇団は舞台の内容が国体を破壊するなどとされました。信者が兵役を拒否した宗教団体、その教えが天皇を神とする国体を否認したとして罪に問われました。この頃日中戦争が始まり、日本は本格的な戦時体制に突入。治安維持法に新たな役割が求められていたのです。総力戦体制、戦時体制が強化していく中で、国家が認定する日本精神というような、そういうものにそぐわないものに対してはより厳しく対処するということ。しかし司法当局は目的遂行罪の運用に行き詰まりを感じていました。その適用範囲は年ごとに拡大し、今や解釈運用の限界点に到達した。1941年、治安維持法は再び改正されます。もともと7条だった条文は65条に増え、目的遂行罪の適用範囲は大幅に広がりました。拡大解釈、拡張解釈されたところにこの条文を合わせよう、ちょっと本末転倒の考え方ですけれども、そういう形での改正というのが1941年の改正。松本五郎さん、97歳、美術部で海外に打ち込んでいた。友人たちと開いたレコードコンサート、北の大地で生き抜く子供たち、これらの絵が共産主義の啓蒙につながるとされた。特攻の取り調べが始まった。しかし共産主義のことはほとんど知らなかった。松本さんは自白を促され、共産主義を信奉したと手記に書くよう命じられた。書けないのね、分かりませんって言ったらね、その本を出してきてさ、これ見ていいから書けって言うんだよ。教本さ、マルクス主義の名、まあ、教養だね。手記を書くよう命じられた時、松本さんは追い詰められていた。シラミやネズミがうごめく留置所に1ヶ月以上放置されていたからだ。もうおしまいにはね、ノイドスみたいになってね、頭の髪の毛がね、針金みたいになるんですよ。触ったらね、頭痛いのね。松本さんは自白で作られた尋問調書に母印を押すよう求められた。検事や判事のところへ行ったら必ずね、まあ、ボロが出るだろうと、まあ、そう思ってね、そういありませんというのは母印をしたおっしゃったんですか。おっしゃったの。早く出たいしね、もう言うことは全然聞いてくれないしね。裁判では尋問調書が証拠となり有罪が確定した。懲役1年6ヶ月、執行猶予はついたものの、すでに勾留されてから1年が過ぎていた。
太平洋戦争が始まっていた。師範学校は退学になり、松本さんは戦地へ赴いた。日本の国はね、法治国家だって。悪いものはそれは罰するけれども、良いものには守ってくれる国家だと思ったわけさ。だけどね、警察から検事から裁判所まで一貫してね、ひどいことをやったからね。選挙をきっかけに国策への協力に邁進した辰沢さん、戦後間もなく思いがけない知らせを受け取った。自らの説得で満州に赴いた少年たちが命を落とした。国は治安維持法に対して謝罪や実態調査を認めていません。治安維持法は当時適法に制定されたものでありますので、同法違反の罪にかかります拘留拘禁は適法でありまして、または同法違反の罪に代わる刑の執行も適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて適法に行われたものである。特攻は敗戦を迎えてもなお任務を続けていました。戦後の混乱に乗じて天皇制を否定する者がいないか監視を続けていたのです。敗戦から2ヶ月後の10月4日、 GHQ は日本政府に対し治安維持法の廃止を命じました。なぜ絶対に残るんですか、この日本なんですか。許せないですよ、僕は。なぜ絶対に残るんですか、この日本なんですか。許せないですよ、僕は。国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。この選挙権、投票権を持っている、その国防の義務というものがですね、日本の中であるのか。で、これは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが、当然主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、新しい教育の方には改革審を使っています。そこで、自分のために命を受けたんだ、バカだと勉強している先生たちがいます。東日本大震災においての愚か者だけど愚か者で終わらない。